はい、引き続きやっていくわけなんですが、ちょっとこの主人公っていうの、こいつ算術、算術っていうの、下手なんよね。下手っつうか、全くもってバカバカしいほど全然ダメなんで、使えん。ダメなんで、ちょっと移動するんで待っててもらいます。ここじゃダメ、全然ダメなんすよ。さっき、一個前で見た通りダモンで、ちょっと鍛えさせます。なんかないっすね、店が全然ないです。移動で何秒かかるんやっちゅう話ですけど、申し訳ないね。ないね、ここにも。もう絶対次はあるはずなんで。ほらった、ここで鍛えます、これですね、算術指示。簡単な足し算引き算みたいなもんで、お子さんにやらせても、まあ勉強になってからいいかな。掛け算出てきたよ。ちょっとびっくりしちゃったけど、簡単にいこう。違う、だったらこうでしょ。まあ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 そこはそうですよね。なるべく簡単に。おお、なんか来た。サブ6、18、違う。あ、わかんないよ。わかんないよ。これ何なんでしょうね。考えてみよう。8、3波24のダメだね。4624でやって、難しい、やめた。9÷1=8。ちょっとね、5-8÷2、ちょっと思った以上に掛け算割り算が混ざってきましたね。で、ちょっとこういうのがもらえて。算術どうなってんの、この人。全然増えなかったっすね。ハプニング。まあそういうこともあります。ちょっとお高いものが多いんで、今回はここらで早いけど終わろう。帰ってきちゃったで。じゃあね。